はい、創価学会の皆さん、こんにちは。今日はね、よく学会のへりくつを言う人がですね、法論に、だんだん負けて追い詰められると、こういうふうに言いますよね。我々の命が仏なんだと、仏界の命は、自分たちの命の中にあるんだと。で、こういうね、へりくつに対して私は今までですね、それじゃあ別に創価学会のご本尊いらないじゃん、であなたは別に創価学会の組織にいる必要もないじゃん、一人で空に向かって口をパクパクですね、南無法蓮華経、南無法蓮華経って唱えていたら、あなたの命仏界なんでしょ、仏様なんでしょ、成仏できんじゃないのと、こういうふうにね、はしゃく、まあ、わかりやすくしてきたんですけどね。要するに、今の学会員の狂った人間というのは、1たす1は2でしょというものの道理というのがね、全くわからない、独家人入失本信仰ということなんですが、これをもう少しね、掘り下げて、驚愕的にですね、いかにこの考えが間違っているかということをね、ちょっと文章にいたしましたので、ご紹介したいと思います。学会員はですね、自身の仏界を初めて悟る、要するに私学ですね、とは自身が元から仏であった、この本学ですね、ことを知ることであると。私学に即して本学を悟る、そこに無視の旧解即仏解が顕現すると、こういうバカなことを言ってるわけですね。これは理屈はそうであるということですね。理屈は、我々ね、信心してるしてないにかかわらず、草木に至るまでですね、全部仏解というのはあるんですよ。しかしあるからといってですね、その仏解を出すことは絶対にできないということですね。そこで字ですね、南無法蓮華経のご本尊様が必要になってくるわけですね。私学とはですね、今まで悟っていなかったということでありですね、凡夫が菩提心を起こして仏道修行に励み、趣旨を確知することであるということですね。よろしいですか。仏道修行に励み、趣旨を確知することであるということです。それに対し本学とはですね、仏の本地の悟りのことでありですね、自下仏上としての仏の悟りであること、本学というのはですね、仏が、悟ったことであってですね、これを同じようにね、凡夫の我々に当てはめて、自己満足しておるのが、誤った創価学会の考え方ということです。ありますね。したがって、もともと悟っていることでありですね、仏はですよ、要するに本仏のことでありますね、これが同じであるはずはないということです。悟ってみて初めてですね、その悟りが本仏と同じ悟りであると言えるのであってですね、我々衆生が直ちに本仏と同じであるという意味では決してありません。五章を挙げますとね、十章章という五章。これは今の新編五章ですね、二千章紙で使っております、十章章。お持ちの方は468ページに、このようになります。たとえ戒を悟られる念仏なりとも、なお体内に権なりと、体内の実に及ばず。また、立正観賞、新編五章の770ページにこうありますね。本地ないしの境地の妙法は、植物等の資料に及ばすと。こういうふうに、大聖人様がはっきり
書かれているじゃないですか。念仏なんかね、一生懸命何枚だ何枚だなんてやっててもね、自分の心の生命の大手にある物会は絶対に呼び起こすことはできませんよと。また、本地南市、この深淵なる深い教えである妙法、すなわち南妙法蓮華経というのはですね、植物等の資料に及ばずと、ね、我々のような凡夫、またそこら辺の、菩薩さん、いくら頑張っても考えにも及ばない深いところであるということですね。ここにはっきりとですね、妙法に、よってですね、悟らなければいけないということはっきり書かれているじゃないですか。菩提を求めて修行する修行には必ず本仏の祈祷が必要です。仏がこの世に出現するのは一大事因縁のためでありですね、修行を導くためであります。当然本仏と我々修行の関係はですね、仏に諸子心の三徳があり、我々修行はあくまでも弟子であり子でありですね、進化なのであります。ゆえにですね、唯願摂氏と説法を乞いですね、浄水救助し、仏の因行家徳のすべてを譲り受けることができるのであります。確かにですね、資格や本学という語句は恩義具典等の文言に参見できるはできますが、それはあくまでも南無法蓮華経と初めて悟る題目なりと、音楽伝の799ページにありますように、十字即肝心というですね、大前提の上に立ってのご指南であります。大聖人が我々に示された成仏論、信行論は十字即肝心であってですね、十字を離れての成仏とか悟りとかいうものはないんですよ。お分かりでしょうか。仏性があってもですね、我々の命の中に仏の祈祷、仏力、法力ですね、要するに、と我々の修行の信心修行、よろしいですか、信心修行ですがなければですね、絶対に仏性は開きません。したがって我々修行の成仏は本仏二千大聖人様、本門会談の第五本尊を離れてはありえないということですね。よろしいでしょうか。そして学会の人一生懸命ですね、日蓮聖宗のパクリ本尊、要するに偽本尊ですね、これに向かってパクパクナムナムやってもですね、まずケチ脈が通って、ないですね。どころか間が入ってるわけですから、皆さんの本尊には拝めばですね、拝むほどですね、だんだん体が変になってきたり、また頭がおかしくなってきたりして、不幸が起こってくるという現象がですね、歴然と現れてくるわけです。私が今年の4月だっけな、釈伏した大阪のね、南支部の学会員だった人なんですけれども、偽本尊に向かって10時間正代やってたらしいですよ。そうするとね、8年前に突然顎の骨が音を立ててね、ガタガタガタッとね、顎が外れて、その後うつ病になってですね、仕事はできなくなっても大変なことになって、薬を飲んだりしてもですね、全く良くならないと、こういう人が電話ありましてね、もう本当にやっと黒川さん、この偽本尊の恐ろしさにね、気がつきましたよと、こういう体験を発表されてですね、今日蓮聖宗法華公院としてですね、もう脱会即バリバリの法華公院としてですね、お友達と釈服されておられますね。
あと、実際の体験なんていうのは、いろいろね、あるんですね。ある脱会して、今はもうバリバリで、今週ですね、ちょうど、家族、親戚、7人をね、いっぺんに脱会させて、お寺で、ご自戒を受けられた学会員さんもおられますが、言ってましたね、怖い話されてましたよね。もう自分もやっぱりノイローゼみたいになっておかしくなってきたと。そして、びっくりしたのは、近所の、ご老人ご夫婦が住んでおったんですけれども、焼身自殺ですね。自分の体にガソリンをかぶって、そして火をつけてね、2人とも亡くなっちゃったと。また、学会のこれは中堅幹部ですね、市会議員やってた人なんですけども、去年、車が、なんていうんですかね、ああいう川が流れてるその橋を乗り越えてね、転落死したんですけども、その学会の中堅、幹部が1年後にですね、自分もそこに車を突っ込んで死んでしまったと。まあ、かわいそうな、事例はですね、たくさん私、実際聞いてますよ。あと、政教新聞ね、毎政教を10部も取らされて、もう、創価学会というのは、なんというか、宗教ビジネスであるということはね、はっきり分かりました。そこで脱会しますとかね、こういう話をされる方も、もう本当に何にも皆さん同じですね。ノイローゼ、統合失調症、近くで目撃した豚死、こういうのを見てですね、本当に怖いなとおっしゃってます。皆さん、これをお聞きの学会の皆さんもね、そこがおかしいなと感じるでしょ、自分で。感じませんか？相当鈍感な方は感じないかもわかりませんけれども、ご自分の実生活を、現実の自分の姿を見てみたら一番よくわかるんですよね。破門前の人は、破門前の境涯と、今の境涯といかがですかね。また、破門後ですね、学会に勧誘されてですね、入った人、何かいいことありましたか？ただ、創価学会の座談会が、お茶飲み友達ができて楽しい楽しいだけですかね。ご自分の胸に手を当ててですね、今の創価学会の組織は完全に狂ってると、いうこと、自分に正直にね、心に手を当てて、考えてみてください。一日も早く脱会してですね、正しいご本尊様、正しい血脈のもとですね、末寺の日蓮召集の寺院で浸潤修行をしてですね、従事一足勧進ですね、そして自分の仏性を出すという、こういう仏像修行をなさったらいかがでしょうか。なお、私はいつも言ってますけどね、大阪在住です。黒川という名前は実名です。下に電話番号ね、スマホの番号を書いておきますんで、遠慮なくですね、皆さんの本当の名前、実名と、どこにお住まいであるかということをですね、言われてですね、学会に疑問のある方はですね、お電話いただければ幸いです。今日は以上です。